ラビリスタ様のクレープが現実へと戻るための手がかり。うん、実はね。ひょっとしてさっき私たちが食べてたクレープも？うん、ひょっとしなくてもね。私ガツガツ食べちゃったよ。どうしよう。落ち着いて、リンちゃん。毒とかではないんですよね、ラビリスタさん。もちろん。さっき言った課題の一つ目、ソルの塔の方も攻略しない限り、あのクレープは何の効果もないよ。それじゃあつまりお腹いっぱいクレープを食べた私たちもすぐに現実っていう場所に飛んでいくわけじゃないのよね。よかっただよ。牛たちの世話もあるし、いきなりは困るべ。そうね、いきなりは困るわよ。だってどんな場所かもわからないのに。マスター、ひょっとして、もうひょっとしなくても、私たちがあちこち旅しながら売ってたクレープも。うん、もちろんそうに決まってるでしょ。いやー、二人が手伝ってくれて本当に助かったよ。私のレシピをちゃんと守ってたし、用意した材料もそのまま使ってくれたみたいだしね。そりゃマスターの言いつけを破ったら後でどんな目に遭うかわかんないですし。でもそのローカルパッチとやらはなぜクレープの形をなさっていたのでしょうか。私もいろいろ考えたんだけどさ、薬や注射はたとえ王家の命令だとしても警戒されそうだし、一人一人に無理やり魔法をかけていくとかも時間かかりそうだし、それなら明るく楽しく美味しいものを食べてたらいつの間にか嵐が去っている、そんな風にできれば一番いいと思ったんだよね。確かに言われなければ私たちも何も気づかないままでした。マスターのクレープ、味付けが前よりも美味しくなってたり、赤字覚悟みたいな割引したのもそういう理由だったんだね。でもよかった、お兄ちゃんに会えずに、理由もよくわからずクレープを売り歩く毎日は無駄じゃなかったんですね。ほんと辛い毎日だったよね、リノちゃん。でも安心してね、弟くん。これからはお姉ちゃんが毎日一緒だよ。朝から晩まで、夢の中から現実まで。あれ？でもさっきラビリスタさんまだ7割くらいって言ってませんでしたっけ。うん、食べてもらってない人は世界中にたくさんいるし、リノちゃんとしずるちゃんにはまだまだクレープ販売を手伝ってもらわないと。そんなお？ってことはまだまだオラたちの牧場からクレープの材料を買ってってくれるべか。もちろん、牛乳に卵にチーズどっさりお願いね。わーい、これでしばらくお仕事に困りそうにないわね。お手伝い頑張りますね、リンちゃん。もうさん、お手伝い、あ、そうだよ、弟くんもお姉ちゃんと一緒にクレープを売りに行こうね。ね、そうしよう。わあ、お姉ちゃん、またまた抜け駆けです。お兄ちゃんは私と兄弟仲良く千客万来、子孫繁盛ですよ。それを言うなら商売繁盛でしょ。間違えちゃうリナちゃんはお仕置きだぞ。
でも負けませんよ。あさっきも言ったけど課題は2つあってさ、少年たちにはクレープじゃなくてそっちをお願いしたいんだよね。覚えてくれてるかな少年、ソルの塔の頂上へ続く門を開くために必要なのは、そう、新たな冒険へのキザ橋、世界と世界をつなぐもの、困難と試練への報酬、ソルオーブ。あれって実は長老のお手製でね、私でもレプリカを作ったりすることはできないんだ。長老、ソルオーブってトゥインクルウィッシュの皆さんが集めてたやつですよね。確か今は9個だ。レイジレギオンの拠点に乗り込む少し前に運よく一つ見つけられてね。あ、レイさん、ユイ様とシェフィ様は、今のところぐっすり眠っているよ。万一何かあったら日和が知らせてくれるから。それでソルオーブの話だけど、夢の中で私たちが見たのは全部で12個だったから、それが正しいならあと3個で揃うことになる。じゃあこれであと2個だね。え？これってソルオーブじゃない。10個目の旅の途中で1つ見つけてさ、一応残り2つも目星はつけてたんだけど、片方は困ったことに誰かが持ち去った後で。ならばその残り2つを見つけ出すことができれば、うん、この世界の歪みの解決に大きく前進するね。そうですか。では心して臨まねばなりませんね。レイ様、無礼を承知で一つ尋ねたい、ラビリスタ。お？エリスやミソラから狙われていたとあなたは言っていたね。彼女たちから逃げ延びつつ現実への帰還のためにこれほど準備していたという、その苦労は私には想像もつかない。確かにちょっと大変だったけど、でも少年たちも大変だったんだもん。これくらいはしないとね。もう私たちも大変だったんだからね、マスター。ああ、だが我々に声をかけてきたのがこのタイミングだった理由は、そもそもの話、あなたなら最後まで我々に何も知らせず逃げ切りながら目標を完遂することも不可能ではなかったんじゃないだろうか。それは買いかぶりすぎってものだよ。私一人にできることにはやっぱり限界があるからね。それからマスター、それから私はいつだって少年の味方で力になりたいと思ってるんだ、心からね。そうですね、本当にありがとうございます。ラビリスタさん、レイジレギオンとの戦いが終わってこれでまた平和になるんだって思ったら、なんだかそれまでよりもずっと大変なことになっちゃって、ゼーンさんとかクリスティーナさんたちのこととか、それに新しいすごく強い敵もいっぱいで、私たちどうしたらいいのかわからなかったんです。だからたとえどれだけ大変な道でも
どうしたら前に進めるのか教えてもらえたこと、本当にありがたいです。本当に前なのかしら。どうしたんですか、キャルちゃん。どうって、その…ほら、そうよ、現実とかなんとかより先にエリスとその仲間の連中をどうにかする方法を考えた方がよくない？そうすりゃラビリスタだって大手を振って歩けるってもんでしょ。こそこそしてないでさ。それができたらいいんだけどね。でもリスクが高すぎる。何の犠牲も払わずにどうにかできる相手じゃない。犠牲っていうのはつまり誰かの命を捨てさせるってことだ。でもまあ最終的にはエリスたちとの対決は避けられないと思う。けどその前にこうしてやれることはやっておかないと。リノちゃん、こういうのってなんて言うんだっけ？はい、勝負湯は入る前に勝負を入れるです。勝負湯か、いいんでねえか。おらんとこの温泉入ってくか。温泉？それじゃあお姉ちゃんが弟君の背中を洗ってあげる。そうじゃなくって、勝敗は戦う前に決まっているって勝利のちゃん。将兵はまず勝ちて、しかるの地に戦いを求め、敗兵はまず戦いて、しかるの地に勝ちを求むとも言うね。つまり今は勝つための準備段階ってことだよ。現状ロストしたらどうなるかわからないしね。私だけじゃなくみんなは。わかったわ。まあ確かにペコリーヌの言う通り、うだうだ手をこまねいているのだって気分悪いしね。それじゃあ話がまとまったところで、今日はそろそろ休もっか。英気を養うのも大事な戦いだよ。皆さんの分のお布団用意してありますよ。ちょっと狭いけど文句は言わないでよ。馬小屋じゃないだけありがたく思ってよね。野宿に比べればずっとずっといいですよ。ありがとうございます。それでは主様、ご一緒にお休みいたしましょう。私と。コックルちゃんずるい。弟くんの隣は私なんだから。お姉ちゃんもずるいです。今日何度目の抜け駆けなんですか。みんな元気ね。休む必要あるべか、この人ら。